Hello there、 始まりました。森田チャンネルです。今回はですね、先ほど受けてきた第236回トイック公開テストのですね、感想を述べたいと思いますね。まあ全体的に言うと、まあ人によってやっぱり難易度の感想っていうのは分かれると思うんですけど、まあ自分はスカーフフォームとかって言われるやつなんですが、まあ一番今年簡単だったかなと思いますね。トイック連続で受けてない人とかは、は難しくなったなって感じたかもしれないんですけど、毎回のように受けてる自分からすると、まあ、一番2019年で優しかったかなという印象です。それぞれのじゃあパートを、紹介していきますが、まずパート1ですね。まあこれは、まあ優しいかな、やや優しめですね。そこまで難しい表現も出てこなかったですし、よく出てくるもの、あ、まあちょっと珍しいなというものは1個あったんですけど、それ以外はだいぶ簡単だったかなと思いますね。まあ、いつも言ってるように、この進行形の受け身の引っ掛けとかっていうのもやっぱり出てきましたしね。続いてパート2ですね。まあ攻めてますね。まあ今回ナレーターもいっぱいいたので、このリサイクルされてる問題と今の問題で人が違うんですけど、そのリサイクルされてるやつでも2パターンあったんで、なんでイギリス人が3人いましたよね。だからすごく人数が多くて、うわこれめんどくさいなと思いながらですね、カナダ人も2人いましたし、もうどんどん変わってってるっていうのが分かる回でしたけど、まあ聞きづらかったのもあるんじゃないかなと思いますね。そんな中で、変な問題攻めすぎっていうのもやっぱりありました、いくつか。ただまあ自分自身はもう慣れてきたので、多分まあ全問正解することはできたかなと思います。続いてパート3ですね。まあこれ普通かなと思いました。もうだいたい慣れてきたので、そんなにかな、3人会話で聞いたことのない声の人が1人現れた気がするんですよね。それが印象ですかね。そんなに難しくなかったです。でここまで来てですね、全問正解してったんで、まあ多分ね、ですけど、で、こう来ると大体ね、パート4が難しくなってることが多くて、そこでやられるっていうのが今まで結構あったんで、今回もやっぱり来ました。パート4、選択肢の単語が難しかったりとか、場面が思い浮かべにくいみたいなのがですね、結構出てたので、あ、やっぱり難易度上げてきたなっていう印象でした。でも、それでも、まあ解けたかなと思います。やや難としておきますが、それでも全問は正解したかな、100問。これ解けてなかったらがっかりですけど、できたと思います。続いてパート5ですね。まあ優しめですね。普通としておく理由は、ちょっとやっぱ受験者目線だと難しい問題も入っていたからですね。で、一番はって思ったのは、なんで？ですね。最後20問中10問 D が正解ですよね。最初の10問に D が1個も出てこなくて、で、あ、D が出てこない、なんだこれ珍しいなって思ったら、最後にドドドドドドと出てきて、2分の1が全部 D ですからね。まあ、自分が正解してればですけど、って思った。あと、偏りが目立ちますね。ボヨテル文法事項とかが偏ってるし、あと、答えが乗りすぎ。もう、パート5中にも答えが乗ってたり、パート6にも答えが乗ってたし、パート7にも答えが乗ってましたね。いいの？そんな問題で。あんまりよろしくないと思いますよ。ちょっとまあ、明日の動画でもうちょっと詳しく話そうかなと思いますね。で、パート6は普通かなっていう感じです。ちょっと一個だけ場面が思い浮かべづらいっていうのはあると思いますが、まあできるんじゃないかなと思いますね。まあ文入れる問題とかはきちんと消去法を使っていれば解けるし、今回は消去法を使わなくてもまあこれしかないよねっていう感じの問題だったんで、は普通か、ちょっと優しめだったかなと思います。続いてパート7ですね。まあ時間はかかっちゃいますね。だいぶ難しいと感じた人も多かったんじゃないかなと思います。しかし今までの今年受けてきたものと比べたらそうでもなかったですね。読む量は多かったですし、ちょっと場面浮かべづらいのもあったんですけど、で優しかった印象です。ただやっぱ一般の受験生には難しいのでやや難としておきますが、あのね、とにかく1問目が相当間違えてる人が多いと思います。だ昔っていうのは序盤っていうのは優しくなってたんですよ、問題がね。でも最近は序盤にも難しい問題が出てくるっていうのをまさに反映したやつかなと思いますね。だ第1問目の正答率がかなり低いと思います。で、最後のトリプルパッセージも場面が思い浮かべづらいですね。一体何やってんだこれってなっちゃった人がいると思いますね。はい、まあこんな感じですね、感想を述べました。この後まあね、いろいろ明日
の動画では他のことも説明していきたいと思います。いろんなですね、起こった事件とかですね、面白いこともいろいろあったので、その辺のことも話したいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.